元気そうだな。エレンたちはどんな感じだ。またエレンが面倒事を起こして、それをミカサとアルミンが世話してるってところか。あいつら3人のやってることは昔から変わらねえ。エレンのやつはろくに喧嘩も強くねえくせに、敵の数も見極めず突っ込んでいって、ミカサとアルミンがその尻拭いをする。違うのは敵がガキ大将か巨人かってだけだ。それもそうか。俺はよ、あの3人のいい理解者になれるよう努めてるんだが、せいぜい見守ることぐらいしかできてねえ。どうすればもっとあいつらの力になってやれるんだろうな。おっと、そろそろ仕事に戻らねえと。そのうちまたお前らの様子を見に行くからよ。やはりお主、酒に関してはかなりの目利きじゃな。今度おすすめの美酒があったら教えてくれ。やれやれ、酒は控えるよう部下に散々言われてたでしょう。仲がいいって言ったら言い過ぎだろうが、俺も一応駐屯兵団で長く働いてるからよ。5年前のあの頃は勤務中から飲んだくれてたな。ウォールマリア陥落の時は町の人たちを助けられなかった。エレンの母親カルラも救い出せなかった。俺はそばまで行ったのに、近寄ってきた巨人にビビっちまって、いつか仇を討ってやりたいんだが、いざ実戦となった時にあの恐怖がよみがえって思うように動けなかった。大間抜けだ。そういえば最近壁に近寄ってくる巨人が多くてよ、近いうちに討伐作戦に駆り出されそうなんだけど、人手も足りなくて。そうだ、お前の上官に話を通しておくから、お前俺と一緒に出撃してくれないか。巨人の恐怖に負けるわけにはいかねえ。克服しねえと、新兵のお前がそばにいれば俺も逃げ出したりはしないはずだ。いいのか。悪いな、恩に着るぜ。本当にありがとうよ。お前を危険にさらさねえよう気をつけるから頼んだぜ。任務は無事成功だ。お互いよくやったよな。巨人が怖くなくなったといえば嘘になるが、その気になりゃ俺だって実戦で十分やれるんだな。まあそれもお前の援護あってこそだったが、世話になったよ。よし、任務完了の祝いに店でパーってやるか。もちろん俺のおごりだ。例の任務、手を貸してくれて助かったぜ。戦果もバッチリだ。今まではよ、巨人を目にするたび、カルラを食った巨人に出くわした時の恐怖が頭をよぎってたんだけど、今度こそ俺でも戦えるって気になってきたぜ。お前のおかげだ。俺は二度と巨人から逃げたりしねえ。エレンたちに失望されるのはもう5年だからな。おお、それはまあそうだが、あの時エレンとミカサだけでも連れて逃げられてよかったと言っていいのか。とにかくこれであとやることは、カルラを食った巨人を見つけ出してぶっ殺すことだけだ。あいつの顔は今でもはっきりと思い出せる。忘れはしないよ。気持ちは嬉しいが、
これ以上新兵のお前に面倒をかけるわけにはいかねえな。今の俺ならあいつに十分立ち向かえるはずだ。もしあったら必ず。おっと、今回の件改めて礼を言っとくぜ。ありがとな。もし何かあったら次は俺を頼ってくれ。一応駐屯兵団の部隊長だからな。力になれることがあればいつでも言ってくれよ。